はい、こんにちは。ということで、スカル&ボーンやるか。やりますか。俺の ID が気になる、荒野行動。え、海賊やめろ、ダサすぎる。俺の名前は荒野行動、新米のイギリス海賊だ。俺たちは大海原に出て他の海賊を、沈めて何度かする権限をイギリス王室から得た。これからポルトガルの船を狩りに行く予定だ。え、で、やばい、で、何をするかっていうと、おい、いけないですよ、お前もう海賊失格、お前300ピン、お前海賊失格、お前。え、マジ、クーさんもっすよ、クーさん400ピンっすよ。おい、マジで、ま、UBI の悪いとこ出てるって、マジサーバー弱いんよ、このゲーム、この UBI って、毎回。みんな、最悪って感じ。暇人だけ20。クーさんもう、何、お前んち、お前んちに、マジピンいいんだけど。え、お前んちにもしかしてサーバーある、これ。おら、おら、死ね、俺の家は UBI のあれかも。うるでーん。え、でもこれインゲさんのとこ行きます。じゃあ、え、俺のとこ来てもだよ。いや、わかんない、これ何をするのかわかんないんだよ。ちょっと X を押した時に出てくる右のやつをずっとやる。え、暇人になんか投げつけて俺キー。 え、食らってね、しかもこれ。おいおい、待って待って、ほら、え、なんか撃たれてる、なんか撃たれてる、なんか撃たれてる。やばいやばい、船削れてる、船削れてるで。やばい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 。俺らポルトガル戦だ、略奏しろ。違う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 、なんか、違うね、釣り場の争いみたいになってる、なんか漁師の、急に海賊からなんか普通に漁師の争いになってる。ドアー、よっ、おらラムするぞ、乗り込め。え、本当に似てるこの人ら、この人。あ、ごめん、待って待って、ここで沈んだらまずい、ここで沈んだらまずい。クーさん見て、周り見て。わぁ、え、サメ見て見て、サメいる、サメいる、サメいるよね、サメいるよね。ちょっとサメないって言われて、たかられてる。殺せ殺せ、危ないって言われて。え、普通に殺せるくね、雑魚いよ。どうやって殺すのこれ。この槍投げの槍、おっと、でかい槍だって見たことある。おい、あ、まだだ。槍、槍で、俺たちのミッションは何。いって、いって、ちょ、待って待って、やばいやばい。いや、普通にサメの攻撃食らった。攻撃力の武器を手に入れる、符号のラム氏を手に入れるがもう1個目。これさ、デモ版なんだけど、これ俺やれんのこれ。え、やらされるっていうか、とりあえずあのハテナ方行けばいいんじゃないのかな。やばい、死ぬんだけど。こっちか、確か俺がそれで取っちゃったけど、俺それは終わらせたんだよ、とりあえず。あー、え、すごい ね。え、めちゃくちゃ綺麗ですよね。 UBI のゲームはグラは綺麗だからな。けん、グラは、いや、わからん、それやってみてねえからまだわかんないけど、 UBI のゲームグラはとりあえず綺麗。グラ丸、うん、グラフィックの演出がマジでいい。グラフィックって演出がうまい、この会社のゲーム。それ以上かどうかはわからん。まあこれからですよね、うん。でここで確かなんか拾えるんですけど、どうですか。お、え、今向かってるよ。ノラとぶつかる。え、これノラ、ノラ破壊しね、これ。え、ノラ囲みません。もう出られなくするか、ここから。え、ちょっと待って、止まっちゃった、止まっちゃった。ここら辺落ちないですか。なんかインタラクトってできた気がする。あ、なんか F ん、あ、別に何も落ちてないかも。え、ここは、あー、確かに落ちてる。いや、落ちてる落ちてる、なんかここ。お前、漂流物あるわ。なんかインタラクト、多分それフレンドしかないから、フレンドになんか取引持ちかけたりすることができるんじゃん。え、でも広い。え、配達せよって出た、今度は。あー、じゃあ行きましょう。最初まずこれだけ。さっきのところに行けってことか。いや、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。なんか投げたら、怒られちゃった。あ、やばい、投げ返されてる俺。え、やばい、なんか怒られてる、怒られてる。何しよう何しよう何しよう。喧嘩、喧嘩になっちゃった。え、なんか、やり投げ喧嘩してる。やり投げで。やばくね、マジでいらんことしちゃった。うわぁ、ウエスト島に行って。持ってくと。そうそうそう。なるほどね。別に同じミッションやるわけじゃないんだ。それぞれっぽいですね。あ、そうなんだね。あー。海賊としての冒険は、フレンドが一緒なら一層楽しくなる。だって。おー、この感じで楽しいのかな。これ友達ん家のおじちゃんみたいな見かけになっちゃった。マジでマジで友達ん家のおっちゃんだわ、これ。えらい、なんか賑やかでいいじゃないですか。なんか ここめっちゃ賑やか。てかさ、暇人さんさ、ふと思ったけどさ、はい、お前さ、ちゃんとクエスト受注してるか。ええ、暇人さんやっ、こいつ、こいつ海賊失格。あー、今受注できたんか。なるほどね。あー、なんかすげえ降りれたわ。あ、でもリーダーがやったの通知来たから、リーダーがやったらいいのかも。なんか爆発した。なんかすごい、なんか戦争起きてる。俺がやったらもうオッケーってことなのかね。いい説ある。なんかめっちゃ爆発してる。インゲさん、なんかやばくね。え、なんかさ、あの樽をさ、爆発させてるノラはずっとあのさ、なんか船から撃ってる人がいるんだよね。怖い。侵入する方法を探す。何侵入って、あのハテナ行けばいいの。何侵入って、エクセクター像の残骸を漁れ。あ、それか。え、なんすけど、俺ここで分かんないんですよ。やーば。
サメが。サメ。まず今のところ漁師オンラインなんだけど。この辺なんじゃねって気するけどな。なんか配線の残骸。あ、あんちゃんあんちゃんの残骸。残骸はあるんですけど。バールがいるみたいな。え、バール？そんなのは知らないよ。いろいろ言われてる、言われてません、それ。色のついた。はいはいはい。なんか必要っぽい。そうなんですよ、ここ。でもなんかできないよね。いや、なんかね、ポジションに行くといけるかも。え、みんな行けた？バール。え、俺だけ？できた。え、なんかあんの？バールないぞ。ヒマジンさんは、多分海賊としての資格がない。あ、俺ダメなんだじゃん、俺。あ、これ行けたんですよ、もしかして。あ、これ俺っすよ。並ぼうぜ。あね？やば、もう最悪だ、この。マジさ、お前さ、ベノムの不肉絵みたいになってね。はい、そうですか。俺も結構やばいっしょ、なんか俺もなかなかじゃね。いいね、このなんか手を振ったり。なんかマジで間違いだな、この海に合ってないな。あ、これ回収できんじゃね？廃棄された大砲。おぉ。大砲撃つ。ヒマジンちょっとさ、その出てくんない、そこ。え、ヒマさんちょっと、あの、右側行ってよ。右側ちょっと来て。どこ。で、さっきなんか爆発してとかしてた。そう。いいぞやばい俺だな。え、ちょ、やばい、逆風で終わる。あ、ぶな、あ、取った。え、沈めれる。終わってる、マジで。あ、ぶな。な、ダウを直すって何なんだ、俺は一体。ダウを。ヒマジンさん、漁船がお似合いだよ、それ、そのまま。俺さ、ずっとそれ乗ってな。うざ、マジで。これ何したらいいの、これ。全部これ壊せばいいのかな、爆弾みたいな。あ、まず俺らはなんか3と安定いう場所に来たいんですよ。はい。でも回路が分かんない。で、さっき一等航海士にあの荷物届けたじゃないですか。はい。で、そしたら教えてくれるみたいな感じの取引だったけど、あの人は教えないって言って、じゃあ船あさりにボッパーって今ここにいます。キャプテンラスラーを探す。そんなんいないよ。あ、キャプテンラスラーじゃん。え、死んでるし。めちゃくちゃお腹になんか。あー、なるほどね。この望遠鏡を持って、ヒマジンを置いていくわけだ。マジ言ってる？え、これ、一等航海士がどこに行くか分かってねえんだよ。なんも。一等航海士、マップいろんな島行ってんだけど、いねえんだよな。いや、なんか、あの、灯台みたいな、まあ、いや、いい、陰キャ先生。ついてこれねえやつは置いていく。それが海賊の極意だ。ヨッホッホー！ヨッホッホー！俺が、あ、ほん。新たなる水平線、岩礁から脱出し、サントアンへ出航する。なお、暇人は置いていく。なんか結構友情深いなんか海賊船かと思ったら、結構あれなんだね。薄いんだね、関係は、ここの海賊船は。今さ、船の対決削りすぎや、もう半分以下や。そんな。ぶつけられまくって、撃たれまくってからや、これ。誰ですよ、ね、自分だよ。なんかね、なんか喋り方シンガポール訛りっぽいんだよ、この女。東南アジアっぽい。え、こいつ東南アジア訛りだわ。なんか俺英語にしてる音声だけ。ああ、そういうことか。さあ、行くぞー、出航。インカ先生、行くぞ。はい。あれ、暇人戦じゃね、激戦しようぜ。インカ先生、もうこっち行ってるよ。なんかこっちはないの。俺も向かってます。なんか黄色いとこ。え、目指すさよなら。あ、まあ。目指すはサントワン。ヨーホー。暇人移動失敗。移動するにはグループメンバー全員がコンパスと望遠鏡を持ってる必要がある。ああ、いや、暇人さん、人間先生、解決方法がある。グループの縮小をここで提案する。何俺じゃもう一大勢力なんてお前らの船を今から叩き潰しにてやる、マジで。え、てか船のマップとすごいやばいな、こう見ると。サントワン行くってできるよ。え、これ無理やり行けんじゃね。これが多分。なるほどね。はい。まだステップにマジ。え、お前マジ。あ、マジ、今やってみよう、見つけた。あ、ここにいるんだ。もうマジか、お前、まあ。はい。え、なにこれ、俺ら、これ、お預け？もしかして。なんかさ、見つけて、これ、思ったより浅くね？これ。うん、この海？思ったよりこの海浅いぞ。ガチ浅くね？ほんまや。え、なんか、全然なんか、足つきそうな感じなんだけど、これ、この浅さ。実は俺、海賊 SNS 見てていい？俺。海賊用 SNS 見てたよ、俺。海賊用 SNS。 でも暇すぎて海賊 SNS を見てないと。え、暇人さ、ステップ2でしょ、まだっていうか、ステップ2すらクリアしてなくない、そもそも。ここで今何してんの、今さ。今、開けてる。何をしろって出た？今、あの、こじ開けろって。こじ開けて。ああ。え、じゃあ、X キー押してみ？そしたら何が出る？今、船こじ開けて入ってるところ。今、X キー押せない。あ、出る。X キー押してみて。
はいはいはい。新たな水平線、大砲廃棄された大砲を、なんか、情報を手に入れろと。は？うん、なんか残骸探って見つけろって言ってるよ。どこにあるのこの情報は。どこにあるの一番上。いや、なんか、下の方。下？下なん？うん、え、これ下から入って下にあんの？なんかそうそうそう、なんか上まで行くと何もねえなっつって、もう27メートル、26メートル、25メートルって書いてあるけど、距離が徐々になんか歩けば歩くほど近づいてるけど、な下にでしょ？上に。え？あ、でもあれか、一回イベント見なきゃダメなのか、上の。じゃあ上か。それそれ。あ、望遠鏡ゲットしたよ。ああ、そうなんだ。うん、嘘ついた？お前さ、お前人の言うことを簡単に信じんなよ。海賊だろ？え、終わってます。終わってます。絶望しました、今。俺、この船に俺は絶望した。間違いない。何？お前何言ってんの？何？お前今、海賊を相手してるんだぞ。仲間だろ？え、なに、ここ、なに、え、黒ひげ海賊団でもまだなんか仲間に対して嘘ついてる描写あんまないような気がするんだけど。それよりもひどい、まさか。いいから来い。お前仲間呼べねえよ、お前。クエストで待たせるやんのやつ。わざと船止めてやろうか、ずっと一生。ここで俺が止まって。おい、いけですよ。やはり、検討してることを実行に移す必要がある。もうやりましょう。お前さん、船井さんと旅はもうここで終わり。コンパスに指し示される。なるほどね。俺の心のコンパスが言ってるよ。お前は仲間じゃねえ。俺の心のコンパスが、ヒマジンさんと逆方向指し示してる。お前は仲間じゃない。方向性の違いでだわ。ほら、俺らと戦ってたやつもどっか行っちゃったよ、もう。もう先行ってるよ、ヒマジンさん。さっきのやりよ。本当に、さっきのやつ、俺らもう、ヒマジンさん座礁してるよ。ボコボコぶつけないで。しないよ。インド洋へ航行中。おお、さあ行くぞ。おお、演出はすごい。え、やめろってそういうこと言うの。かっこいいでしょ。でも俺ベベベベベン映画見るんじゃないんだよ。ゲームしに来てるからな。え、ゲームしに来てるだろ今から。いや、ムービー見に来てるわけじゃないんだよな。わかんない。じゃんちゃかちゃかちゃかちゃんじゃんちゃかちゃかちゃかちゃん。え？ UBI ソフトシンガポールって表示されたんだけど俺。え？え？ほんまやん。え？ UBI ソフトチェンドウ、UBI ソフトキーウ、UBI ソフトモントリール、UBI ソフトムンバイ、UBI ソフトパリ、UBI ソフトフィリピン、UBI ソフト、ピュン、UBI ソフト上海、UBI ソフトジャパンは？ジャパンはないと。なんかしろよ、日本。え、じゃあ、俺が使ってるやつって日本人じゃねえんだな。おー、ひもしてる。やべえ。どういう海賊になりたいっすか、みんな、俺ら。え、弱えやつは置いてく、遅いやつは置いてく海賊団になりてえな。はい、縮小します、海賊団の規模。ウェディです。お、来たー。ヒマさんどういうのがいい？うん、俺フランシス・ドレイクみたいになりたい。なるほどね。わかし知らない？え？なんて？悪魔って言われてたやつよ。もういいんじゃない？わかんない。インディアさん、君にはビジョンがない。ビジョンがない。どういう海賊になりたいか。え、これマジでシンガポールのスタジオが作ったの？これ。なんかぽいぞ。もってこと？もじゃない。いや、メインが、メインが指輪とシンガポールのなんか人が作ったっぽい。え、ちなみに俺ムービーで止まって動かないんですけど、みんなは 何か見れてるんですか？遅い。ヒマジン、置いてくやつが一人出た。出たな。再起動、再起動、再起動、再起動。おっそ、マジで。おっせえやつは置いていく。そういう話だ。マジ、かすい PC はいらない。終わってんだろ、なんでだよ、これ。おい。これ置いてかれてんだけど、どうしてくれるの？どうせ気に入った？いや、わからん。もしかしたら、俺がなんかこう、ムービー中だからかも。え？え、でも。え、なんか女の話長くね、こいつ。いや、女の話長くて何も頭に入んなかった。ガチで全部聞いてなかった。ビビるぐらい聞いてなかったんだけど。え、やっぱりシンガポールなまりと感じたのって間違ってなかった？え、やっぱ合ってたんだ、やっぱちゃんと。シンガポールってそもそも海賊しか住んでなかった島だから、シンガポールってそもそもが。ああ、そうなんだ。そうだよ。まあ、全然これはカリブの海賊だけど。めっちゃ周りからバカにされてんじゃん。ね。
まあそれはそうだよな。めっちゃ笑われてる。こんな白人と黒人がいるところに東洋人来たらそれバカにされるわな。この後のこの確か思想もまだ現役で海賊やってるしな。 UBA ソフトオンラインサービスとの通信中に問題が発生。おっと、あのイケ先生サインアウト中。こいつは終わった。っこいつは終わった。いや戻ってるから。はいはい、来た来た。よし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 。手紙受け取っとけばいいんか。そうだ、そうらしい。なるほどね。誰に手紙を届けばいいんだ。ジョン・スカーロックって誰だ。ジョン・スカーロさんでしょ。が、なんていうんですかね、最初の沈んでたあの船あったじゃないですか、でかい。あの、はい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 。あの船を守るっていう任務があったんですよ、俺らは。だから戦って、なるほどね、はいはいはい。無理だったよーって、今、ホーク進軍。どの面下げていくんだ。失敗して。そもそもいる？え、なんか全然なんか、村人まみれでなんかもう全然いねえんだけど。あ、上の方になんかありません？なんか手紙届けに行く場所。いや、クエストは表示されるけど、なんかどこに行けばいいのか全然わからない。なんか建物の2階に上がって、右に。階段上がったとこの、どこにいるんだみんな。建物の2階、2階っす。あ、これか、こいつか。でっか体、わかるな、フンさん、わかりやすいな、これ。あー、これ俺、暇人どれ。いや、この痩せこけた、あの、もう本当にもうこけこけになった、これっす。マジで終わって、なんで全員東洋人なんだよ。いやいやいや、ちゃんと忠実にやっていかないとダメでしょ、こんなん。俺も来たよ。来た。ああ、もうスペースで。ああ、やっべ。え、何？どうしました？いや、なんかそのままね、あの、うるせえなと思ってね、スペース押してたら飛ばしまった、俺。ああ、それ、あの、海賊するって、あの、ちゃんと、商船から奪ってきてやろうかっていう選択肢のはずなんで。なるほどね。なんか着実に今から俺らは物を奪うものになってる。で、船大工と話してみたいな感じか。つかね、なんか。あ、いるいるいる、大工いる。どれどれ。あー、こいつか。なんかおもろそうじゃん。ね。話すか。大海原の覇者を目指してるからだろう。プロの道具。あ、なるほどね、なんかこう。なんかボロクソ言われたけど、なんかスペース連打してゲーム終わった、あの、会話終わったら、ありがとう、また来てくれって、なんか気に入られてたっぽいわ、なんか。え、あのさ、これさ、はいはい、なんかいろいろ設計図がどうしたみたいなこと言われてるけど、これ、なんかいますか？え、これ、自分だけの最強の船を作ろうって感じ、もしかしてこれ。新しいアイテムを買う。まあ、とりあえず。もう一回俺ピッケルノコギリ、鎌作るか、ついでに。大工のところでキャンプ道具、キャンプ道具？あ、お前もやってんのか。キャンプ道具わからんの、とりあえず鎌とかいろいろ作って、これで OK なんか。ツルハシを作成して、よし、OK。いや、作ったけど、なんも OK じゃないよ、多分。え、ほんますか？一旦なんか、キャンプ道具を制作したら OK じゃないですか、これ一旦。え？あとは。どうすんの、これ。インキャさんがあれをやってきてくれたら、あの、作ってくれたら、装備を。あー、俺、待ちとかでこ。いや、そうなのか。多分そう、X を押したら多分陰キャさんが今砂時計マークになってるから。お前だよ、何してんの。すいません、すいません。マジで、あ、あかんあかん、ケジメつけろ、腕切り落とせ。今ノコギリ俺が今作った鎌とノコギリで。あ、そう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 、今ピッカピカ切れ味抜群よ。うるせえよ。なんか、船作るの絶対おもろいでしょ。鍛冶屋とかもいいんじゃん、これ。これ自分で使うの？多分自分で作るんじゃね？そんな、そういうゲーム？何？そんな勢いで作るの？なんかこう、アカシアを手に入れろとマップ開いて。やばくね？クーサこれ。これガチで島で自分で切りに行くんじゃん、本当に。ガチで切りに行く。本当に？船大工オンライン？船大工オンラインで、まず船作って、あの、ぶっ殺しに行く。そんなバカな。マジやん、これ。ガチ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 。どこに行けばいいの、これ。マップ押して、あの、木材マークがあるとこ。ああ、これ一回船で向かえばいいんかな。どこ。ああ、これマダガスカルなんだ、ここ。イメージ的に。ああね。違うな。アフリカ、なんかおかしくない？東インド、アフリカ、なんか狭くね？これシンガポール。シンガポールのつもり、これもしかして東インド。ボルネオ島でしょ、これ。シンガポールあんじゃん。で、何？アカシアがどうしたって。本当だ。アカシアを取りに行くんですよ。はどういう出港島の中で動けるっぽくないから船を出すと
じゃあ船出す、まあ、じゃあ出航させる、え、マジか、なんか船作るところからできるゲーム、多分それでもう愛持てんじゃん。いや、さあサウザンドサニー号作れるってことでしょ。これ壊せばよくね、これ壊せば瓦礫にしてなんか作ればいい。いやいやいや、あの海賊の船ぶっ壊して自分の船の海賊船にすんのはちょっとバカでしょ。盗めよ海賊船をそのまま。え、でもな、なんかさ、どうやったらこのアカシアのなんか入り江みたいなのがいけんだろう。左から回る、ここ、うん、回れってことか。ここ入れんじゃね、俺のとこ入れそうな気するけど。え、入れないよそれ多分。いや、開いてる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 。マジマジっすマジっすマジっす。この小さい船のうちはいけると思う。あーかもね、いけるくさいよ。マジンの船なんでそんなボロボロなの。なんか半分以下だ。あ、待って、嵐が来る。なんだ、大丈夫大丈夫。え、なんかめっちゃね、船が引っ張られてる今。なんか大丈夫っすか。風向きが北から南に吹いてるんで、めっちゃ悪い。めっちゃ煽られるわこれ。そういう時は多分 S で1段階絞ると、まあ、遅くなるけど多分マシになるみたいな。確かに。え、これさ、それアカシアどうやって切ったの。ああ、もう船の中から切れるっぽいわ。あ、海岸にあるんだ。なんだ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 、サメアリゲーター。え、アリゲーター。え、これどうやって切んの、これアカシア切れなくて。船の中からできません。できないよ。船の中からなんかアカシアの近くで F キーを押したらなんか始まる。え、インゲですよ、できる。あ、本当だ、俺いけた。え、で、なんか落ちてね、これ。なんか、わかんないけど。俺が切って放置してんのか、こんな感じの。あ、え、なんか来た、なんか来たっすよ、ね、敵。敵。なんだこのクソは。うっ、いや、満足すぎ、満足すぎ、満足すぎ。で、ここ、これ切れない、みんな、ここ、アカシア。あれ、これ切った。これさ、もしかしてさ、一人切ったら切れなくなんじゃね。あ、いや、いけた。いけた、いけた。オッケーオッケーオッケー。あー、俺切ってる、切ってる、切ってる、切ってる。多分ね、ポジションみたいなのがある気がする、これ。これさ、全然足んなくね。いや、18個入れたら俺、これなんか13個。緑のゲージを、そう、ちゃんと。そう、成功させまくれば。あー。むずいっちゃう。なんか俺、アカシア切れないな。あ、なんかね、シビアかも、なんか判定、ちょっと。ワンちゃん。なんか F 押せる場所、多分収集を開始できるとこが、これさっきのあの、バール開けたとこあるじゃないですか。あー、あのノリ。最初見つけられなかったんですよ。そうそうそう。で、手に入れたら配達するだけなんで、まあまあまあ結構ちょいちょいちょいっと。どうすか、いけました。いや、いけるんだけど、なんかどこにあるかめっちゃ分かりにくいなっていう。なはは、確かに。とりあえず持ってっか。なんかめっちゃ集まってきた人が。え、なんかそ、でもこっち切って多分足んなくなって、多分クンさんの方行ってんやろな。お前煽り打ってすんぞ、お前。おい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 、いやいや、バスやばすぎ、横から入り込んでくんなって。おいおいおい、修理できるんだ、これ。しっかり修理道具使って。あ、なるほどね。あ、R で、あれだ、望遠鏡使えるわ。え、そうそうそう。あと L コントロールで修理して、あの、自分の船修理できる。あー、積みに確認できる、味方の。これ多分他の敵の船とかもできるな。お、やばい。クサクサ、押したらまずい、押したらまずい、押したらまずい。おい、何やってんだよ。ちょっとそこ塞いだら迷惑でしょ。ガチでさ、事故る事故る。え、これなんか砲の向き変えれるような、多分これ絶対。いや、なんか変えれなそうだな。変えれないと。今南から北に吹いてる、さっきと逆。うん、こう普通に自然と曲がっちゃうねんな。え、これ絶対砲持ってる人一番大変じゃね、普通に。えぐいぐらい大変そう。確かにこれ砲持つのめっちゃ大変だろうな。なんか一生なんか力強くなんかひたすら張ってんだよな、砲。ここで船を降りるして、船大工に配達と。あ、船降りますか。よし。いい受験？うわ、きっとね、ゴキブリいるじゃん、横に。ここ。こんなんゴキブリまみれになるだろうな、そりゃ。え？マダガスカルゴキブリとかいんのかな、でっけえやつ。うわ、やだねー。やだ。さあ、アカシアの木渡しますか。俺やっぱ噂になってんぞ。また来てくれ。船に置いてかれるなよ。お、インケ先生。え、何？え？お前だよ。会話が長いな、インケさん。スペースレンダーしろよ。あ、俺真面目に聞いてるんで。で？フランダイクと話す。もう一回。めっちゃもらった。もう一回フランダイクと話すってこと？自分の艦隊を建造する。え？クソ。なんかでも新しいアイテムを作る。ベクター戦。あー、なるほどね。ベター戦、ブリガンティ、サンブーク、スノー、スループ戦、カッター戦。もうすげえ、え、作っちゃった。あー、ベター戦。なるほど。30台ぐらい引き連れたりできんの？なんか作り始めた。こんな何もないやつのためによく作るな、こんな付け払いで。船一隻って昔って何本ぐらいすんやろうな。いや、そんなんもう借金しなきゃいけないレベルじゃないの、なんか。あんなでけえ木とかやばいよ。竜骨とかなんか一本の木で作るのかな。
あ、つまり竜骨ってあの一番下の部分ですね、船の。はい、わかるよ。あの背骨みたいなやつね。うん、はい。脊髄ね、背骨じゃないよ。え？脊髄マジで、あのあれが少しでも傷ついたら人間も歩けへん、船も進めない、脊髄です。お前ワンピースだろお前それ。お前ワンピースの何かなんだっけあれ。バレた？船だろ。あれ。そう、朝知識でなんかもうマウント取ってんじゃねえぞ。サニー号の前のやつでしょ。あー、カルバリン砲作れるんだ。でもなんかないよ、そのなんか制作に必要なものなんて何も。おますか？あ、あるわ。作れる。かっこいい。危なそう。ねえねえ、いや、そうだろうね。その大砲危ないでしょ。危なそう。これまだ作る、まだ作る、まだ作る。全部作っちゃった俺も。なんかもうさ、なんか30台ぐらい作ろうか。砲弾を手に入れる。これ砲弾の材料も全部なくなっちゃったこれ。じゃあそういうことか。さっきさ、なんか砲弾の箱の船で山ほど撃ったけど、うん、そっか、砲も有限か。って考えたらちょっとあんななんかマシンガンみたいに撃てないな。なるほど、ね、確かに。砲弾作りますわ。剥ぎ取られた金属めっちゃ集めてからめっちゃ作れるのこれ。オッケー。確かに、なんか集めといてよかった。なんか適当にパカパカやってただけだけど。オッケー、一旦作ってれたんか。カルバリホール作れてへんのこれ。あ、3個作らんだかんのか。ケチって2個しか作ってなかったわ。カジヤと話す、あ、最終的に話さなきゃダメなのか。もう一回話させるの、なんでこれ。これでもう一回話すんか。オッケー。話したか。俺なんかカジヤと話すで、俺なんか別に、まあ多分それでエスケープ押せばいいんじゃないですか。ああ、じゃあ体感基本主義のなんかこうなんだろう、終わったよみたいなしなきゃいけない。あ、なるほどね。こいつなんかステップ踏めるのおもろいなこれ。うん、お、来た、ロープロッカー。またカジヤと話すんか。でももう友達のカジヤのおっちゃん。OK。で、これを搭載させると。なるほどね。ハトバに行って。どうやって搭載するんだ？ハトバに行くらしい。ハトバからどうやるのかわからん。ハトバに行って武器遊びを。あの、最初の出港したとこです。あー、ここか。出港でいいのか。あ、でも船の管理画面はどこでも開くことができる。あ、なるほどね。これで搭載するのか。船を変更で、レダーにして。あー、すごい。なんか3本作ったけど、結果的になんかもっとたくさん置けた。船の管理。そうなんだ、もっと置けるんだこれ。うん、名前の編集。装備でロープロッカー入れる。あ、これ全角のやつダメだ。あ、積む。いや、もうすぐ入力できないと思う。入力できない、全角入力させてくんない。 A 名だけだわ。船の管理で何、あ、名前、彼の名前何にしよう。これ自分にしか見えないんじゃない。出航。おお、まあ、いつの間にこんな人員雇ったの。これで何を始めようってんだお前は。なんか普通に出航できちゃった。フランスの連中を見つけ出そう。何フランス。あ、始まった。マジでごめん、めっちゃぶつけちゃった。ないしょ。暇しい、ごめん。ごめん、暇しい。あとあれしました、積みに乗せた。大丈夫、積みにね、なんか勝手に乗せれると思うよ多分。行きます。あ、行こう。おお、全部晴れ。来た。ほんとめっちゃ人も増えた。あの、いきなりクッサ、違う、ちょっと待って、クッサ、なんかいきなり、あの、納車して、いきなり事故り始める人みたいな。おい。あれ？なんか、ムービー変わったぞ、急に。どこに？それね、多分お前中入った。あー、ほんまや。何？早いでも。コンパニー最終戦、なんだ？いや、さっき言ったら、ぶっ潰せ言ってたじゃん、あの、船、積み荷を奪いに行こうかって言ったやつ。あ、これ左だ、左だ。やばい、これ安全地帯から離脱、クッサ、これ。お互い、まさか、これ狙われる？あの、待って、ちょっと待って、いきなり味方に撃った今。減ってる。マジで。いった、お前ふざけんな。やばい。ふざけんじゃねえてめえ。おら。じゃあ、味方で回線し始めるのはさすがにバカすぎん、ちょっと。は？なんだお前。お前生意気なの。おめえもこうなりてえか。ちょ、やめましょう。いや、賢いと思います。賢明だと思います。やっぱりみんな。なんかさ、レベル1の船沈めれてるよ。本当だ。なんか向こうのレベル1の船、なんか生意気じゃね。あれ、パシンコ邪魔だって、お前マジで。うるせえ。この白線何これ。これ安全エリアじゃないの。あれでも入っても通知とかいないの。あ、はみ出し物って。なんかザ・モブとかいう、なんかこっち殺すか。それ倒せないんじゃない。なんかこの漁船壊せるけど、まあ、モブっぽいです多分。モブじゃない多分。なんか投げやりしか打ってない。
たいけど。うわあ、爆発した。ほら。おもろ。すげえ。こっちもらえる。すごい狙われてシルバー。なこっちだよ。なんか体力半分じゃん。なんで？いや、そう知らない。どうやって直すんだろう。あ、コントロールで。やべ、略奪ってできた。なんかあいつ撃ってる。なんか撃ってきてる。ナイスナイスナイス、インキャナイス、沈めろ。こいつどっちもして、あ、船員の乗り込みもできるぞ、このゲーム。今一瞬出たけど、そうそうそう、なんか入り込めるよ。なんかひもじさんさ、やばくない？ひもじさんなんかさ、固定コーダーみたいに撃沈寸前だよ、お前。大丈夫大丈夫。Lコントロールで、レフトコントロールで修理できるっぽいんやけど。OK、修理した修理した修理した。今俺らが攻撃したのは、追放材木置き場っていう、海の民って書いてる方は、これ一般市民の町があります。材木置き場って、ね、俺ら一般市民の船を破壊したってことね。そうしてる船を攻撃して、で、ひまじいさんは多分そこを攻撃して、ずっとそこのなんか基地の防衛設備みたいに撃たれっぱなしだったから。これじゃ ね、 ね、サンシャルルって、これじゃ、これぶっ潰せばいいんじゃね、多分。一瞬で沈みそうやけど、それ大丈夫ですか？まあ、多分やれるっしょ。だから T トニーってやつがずっと俺のこと打ってくるんだけど。ナイス。あとそれか、すげえクリティカルヒットした、なんか間違いなく今。あ、赤に当たるとめちゃくちゃダメージでばいわ。なんか山なりだしさ、なんかふわふわしてるから、ね、狙いにくいね、めちゃくちゃ。よいしょー。あ、なんだこいつ、なんか打ってきてね。いやでもね、ダメージ入んない、ダメージ入んない、多分保護されてて。あ、なるほどね。え、これさ、あとこれぶっ殺すか、こいつ。どうやったらいいんだ、これ。鍛冶屋に成功報告する。じゃあまた帰れってことね。帰るか。犯罪としてなんだよ、ちゃんと。え、ちゃんとしてきたよーみたいな、なんか。え、なんか、こいつ、うざすぎやろ。なんか、違って。なんか、紛れ込んで、なんだこいつ、マジで。もううちの先端の一員だよ。今さ、先端、そう、先端。離反していきましたけど、一瞬で離反したよ。これね、回復どうすんのこれ。L コントロールを押して、なんか回復パック左にあるじゃないですか、これ。修理道具レベル2。ああ。これを使うんですよ。ファイヤー！ファイヤー！土地狂ったやつおる。土地狂ったやつおる。うちの味方に。急ぎねー、風を掴むぞ。これさ、なんかなんとかティアまでプレイみたいなけど、これ何なんだろう。6ティアまでプレイかな、今2多分俺ら。6ティアまでいたら戦争できんのかな。さあ、でももうなんか一通りこれで終わった感じはするけど、なんか普通に沈めて、なんかあんのかな。なんかもうちょいこう上の船だったりとか。カジアのお茶の場所忘れた。頼みたい仕事もあるぞみたいな。デミカノン砲、ね、海流型デミカノン砲、へえ、いろいろあるんだね。名前かっこよくね。もうカルバリーボンバード。ああ、迫撃砲か。あれ、迫撃砲じゃない、ボンバードはまた別だな。ん、なんだボンバードって。迫撃砲とは別なのか。うん、なるほど。バリスタとかあるよ。ああ、はあ、はあ、ね、さっきあの俺が殺した村人がそれ使ってた。へえ、うわすげえ、なるほど。医薬完了。あ、修理道具もさらにもらえた。やったねー。あ、お前、招かぜざる乗客はサントニアの歯車を手に入れる。ハルバリン砲を手に入れる。あー、オッケー。じゃあ行くか。なんか作れたりすんの。カルバリン砲レベル2作る。これどう思う。足りんの、その資材足りるよ、俺1個作れるよ。え、そのロックされてないの。カルバリン砲レベル1作れるよ、俺。もう俺、ワン行っちゃった、もう2じゃん。もう行くか。行くぞー。はいよー、行きましょうか。出てすぐ右か。俺たっちゃか。いぞ。で、ここあれだ、毎回ハトバまで行くな。 Z 流して、街中に Z 流したら出庫できるぞ。あー、そうなんだ。便利じゃん。便利じゃん。便利じゃん。うせえ。沈めっつ、お前。あんま舐めた口聞いてっと。お前、船降りろ。右クリック流して、逃がして R。で、敵の船に攻撃を仕掛けることができる。へー。
なんか多分誰かが作った船なんだろうな、今なんかいきなりぶつけてもうと。あ、これガチでなんか曲がりたい時なんかあの目の前から来るわけ知らん人の船にぶつけたらさ、いきなりあの急旋回できるわ。これ使おう。最悪だね。大迷惑野郎じゃねえかお前。待って、これなんかうまく風をつかめとか言われてるけど、これどうやってつかむんだ。手で手で手貸せて手でつかめ。何を。うわ、え、あんな爆発するのかみたいな。これ火薬入ってるのおかしくね。砲弾に火薬入ってんのこれ。ああ、そう。いや、なんか入ってるすごいね。榴弾みたいな。ああ、ちゃんとね、榴弾になってるってこと。なんかめっちゃ荒れてるよ船。はどうしました。ま、真上に…あー、なので UBI 現象発生。あの…なになに、全然まっすぐ飛ばなくなるこれ。あの…ある条件で。へぇ、毎回行きたいところ逆なんだけど、うぜぇ。行くか。爆破ー。いきなりもう破壊してる。おお。とりあえず、ただもう終わったよ、これ。あれ？今シーンもう終わったよ。あれ？今、インディアさんと俺ら向かってますよ。そんな一瞬で沈めれたん？最強戦団じゃん。なんかね、船が荒れまくってて相手も撃てない。あー、なるほどね。相手もこっちも撃てずになんか、もう終わってる。では、クンさん、なんか砲を破れてるなんかみたいになってません？大丈夫ですか、それ。いや、俺、別に大丈夫だよ。めっちゃ荒れてんじゃん。いや、だからめっちゃ荒れてんだって、マジで。クソやばい。近くのパーティーメンバーが敵対。あ、いた、そいつか。まあ、あともう一戦ある。ちょ、一回さ、乗り込みやってみてもいいよ。近づく必要がある。ちょ、一回乗り込んでみてえな。あ、できた。乗り込んだ。あ、やべ、できなかった。なんだこれ、直しか。ごめんさ、もう乗り込める。それ一回乗り込んでみっか。でも横につけなきゃダメだからちょっと大変なんだよ。いや、なんかね、ちょっとめんどくさい乗り込み。なんかフックみたいなの引っ掛けたけど、なんかそんなことする前に銃弾ぶち込んだ方が沈む、このゲーム。普通にそう。でもなんかあれなのかな、全部手に入るとか。あー、なるほどね。なんか撃沈みたいな。ちょっとか、あるかもしれない。まあ、まだやんなくて。まあ、もうなんかそのまま海域離脱しちゃってる俺もう。動かす。もうそのままじゃあもう向こうの方に行きますね。なんかこう、え、風やべえ。どうやってこれ持つんだこれ。砲どうやって緩めんだこれ。え、砲合わせるのむずくないですかこれ。思いっきり右に向けるか。これ砲の向き回転できる、インゲさん。砲できるよ。え、どうやってる。できねえよ。いや、まずこれマジで向かい風全然ダメだこれ。全然進まないよ。そう、え、多分砲変えれんじゃない、さすがに向き。変えれないでしょ、この船は。無理か。変えれないもんなんじゃないの、普通に。勝手に変えれないもんな、方向になってる。もともとね。なるほどね。まあこれが限界なのかも、この船の。あいつら沈めたら歯車とかゲットできんのか、覚えとこう。あの、喧嘩になった今、すれ違いで。あれ、いや、喧嘩になってる、喧嘩になってる俺。何、道譲れよみたいな感じで。うん、喧嘩になった今。道ぐらい譲りましょうよ。めっちゃ撃たれた。爆心した。なんか、え、なんか普通にプレイヤーの船が爆散してる。え、なになになに、マジ。なんか知らんけど爆散した。ああ、シーだね俺。え、クンさんは関わってないですよ、大丈夫ですよ。いや、わかんない、もしかしたら関わったかも。なんか俺が撃ったら、関わってるか、お前ちゃんと怒って撃ってきて、いつの間にか爆発してた。どういうこと。いや、なんか本当にそのままなんだって。なんかあれかな、なんか仲間割れみたいな。多分なんかやらかしたのかな。なんかわけわからないやつ最初始まった。これいつなんだろう、終わった。池さん、なんかぶつかってね、大丈夫。うるせえよお前、大変な心配するようになったら自分の心配しろ。いや、まあ心配しないけど。てか、なんかもう沈みかけの船みたいな。なんかやばすぎやろ、ここ混みすぎやろ船。ちょっとほんまにこれ近い。じゃあ行くか。よし、降りた。じゃあ、鍛冶屋のおっちゃんにこんにちは。ゴキブリ来たね。そう、なんかちゃんといるよね。船虫か。ああ、やだ。どちらにせよ嫌だ。嫌だね、間違いなく嫌だね。また鍛冶屋か。またお前か。キャプテンの装飾方法にまたあれか、お使いか。福屋か。どれ。福屋は、確か、あれなんかあったはず。結構近くにあった。なんだっけ、さっきを。そう、な、降りてったところ、そう、ボスの、これを降りてったところに福屋があるはず。上のコンパス。あった。なんかこう、ちょっと家っぽくなってる場所だわ。よし。でも福か、大事やん、確かに。まず、威厳が大事だからな。中身がないのに合うか。一丁だ、うるせえやついいな、マジで沈めっぞ。
やばめっちゃいいのあった。いや、どれ。いや、もうこれしかない。いや、もう多分みんなこれだろ、何も言わずに。多分な、俺ら。え、いや、もうねそれ言われるとちょっと困っちゃう。あの、議論の余地ねえわ。まあ絶対これだろうな。いや、議論の余地なくねえ。俺の予想これでいきます。ちょっと動画に見えな。じゃあちょっと、いや、でも別の服でいきます。これだろうなと思いつつ別の服でいく。俺何か分かってる。ゆめさん、なんか予想ついた。くんさんが選んだ服、これしかないだろ。海賊を言うたらこれじゃね。これ課金だ。え、これもしかしてここ課金か。これ高くね、服。よし、これでいいや。俺、じゃあ俺ちょっといいやつだけ、ちょっと高いからこれでケチろう。ちょっと高いからこれだけにしときます。だって装飾もう一個買うのか。二つ買わなきゃいけないっぽい。でも高いの買っちゃったよ。これセットのやつ買える。これどこで買ったの。頭とかを買ったってこと。二点買えばいいっぽい。そう、二点買えばいいっぽい。え、クイさん、その課金しない範囲で買えるやつ買って、絶対これでしょってやつ。うん。え、マジか、わかんねえよ。俺がこれ絶対これでしょだと思ったやつ、普通に課金必須だった。俺外で待ってるわ、ちょっと。やめよ。え、ちょっと待って、終わってる、クイさんの。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、畑耕すんだお前、マジで。え、いやいや、だって東インドのなんか伝統的な海賊衣装って書いてあったよ。え、ちょ、え、海賊って言ったらジャケットでしょ、ジャケット。え、何お前その格好。マジでお前さ、お前、ね、西洋人気取りしてる、東洋人の。いや、え、でもちょっとあのこの上のジャケットもびっくりしますよ。多分1200銀貨して。ちょっと待って、あの、やめて、そんな格好でする、ダサいからやめて。おお、これってさ、中の服ないの、そういう風。シャツないの、そう、普通か、これ。やばいんだけど、なんか一人だけ違うんだけど、なんか写真撮れるわ。キャプチャーしといたろ。あ、めっちゃ綺麗な瞳なんだけど。いや、そう。え、なんで、それ、ひまじりさん、マジで、なんか、そういう年齢もしかして、なんか。いやいや、重要でしょ。いや、ジャケットでしょ、まず。そういうのに憧れる年齢。いや、じゃあね、あの、俺が撮った写真、あの、クーさん、マジひどいよ。終わってる。そういうのに憧れる年齢なんだろう、どうせ。いや、マジひどい。マジひどい、本当にクーさんのやつは。もう23なの自覚したら、自分が。クーさん、もう何、もう生きること飽きて、いきなりなんか農家になりたいっていう。おい、いきなり、お前もなんか腹すげえな。ベノム見てたぞ。え、誰、俺、ひまじりさんが会ったことないよ。ひまじりさんどこにいる。え、俺これ。ちょ、ジャケット、ちょっと、マジで。え、同じなの終わってんだけど。同じじゃねえか、お前。下げんな、お前。再現直せねえよ、これ。え、なんで、これに白い、この海賊衣装、ダサすぎだろ。ダサすぎ、でも、それは。俺、このゲームずっとこれで行く予定だぞ。え、どんだけ偉くなっても、どんだけでかい船乗っても、これで行く。ずっとこれ。ずっとそのベトナムの農民みたいなやつで行くんですか。え、なんか、でも、え、装備したけど。装備しろ。え、でもなんかできなくない。買った後もう一回装備し直せってこと。え、なんかできてなくない。あ、鍛冶屋に戻るって書いてある。じゃあまあ鍛冶屋戻ってみるか。あ、戻るか。え、わかんない、人によって X。 あ、でも確かに鍛冶屋についてるわ、なんかマークが。海賊ってのはもちろん服は全てじゃないが、なんかこうめっちゃいいぞみたいなこと言われて褒められた俺。なんで。その服で褒められるの鍛冶屋のお茶見る目ねえだろ。どう見ても海賊にはなれねえだろ。何これ。カット。お、カッター戦か。サンターンの大物ジョン・スカーロッカーと合う。でもうこれ塗り替えていいの。え、なんか動物もらってないんだけど俺。え、何したら動物って。クエスト報酬なんか猿みたいなのもらってる。でもみんなももらってる。なんかあれじゃね。マジ、え、猿をペットに握るとか聞くかな。なるほどね。まあちょっと大物に会いに行くか。さっきのやつじゃないの、どうせ。最初のやつさっきのやつだと思う。しかもここにもなんかあんねん。金があれば自由と権力は手に入る。なんか、おぉ。とりあえず、なんか、何か口論した俺。え、もう一瞬で出てきた。もうなんか、あの、連打して一瞬で出てきたから大丈夫。何で舐めすぎ。え、なんか死んでね、誰か。間違いなく、なんかスペース連打したけど、誰か死んでたような気がしない。慌てるのめっちゃいいな、なんか。めっちゃいい煽り方思いついた。ん？これ見て、ひまじりさん。俺見えてるよ、これ。はい、見えますよ。どう、この、左右にこう、ぶれる。基本動き。これキモくない、なかなか。こう左右にこうブレて煽る。どうやってんの。え、これブレて煽る、こうやって。これは大物じゃないとわかんない。スカーロックとの仕事を進める。何スカーロックとの仕事って。ん、どれやれって言われた。あ、やべえ、なんかステップ。もう一回会話すんじゃね。ま、あ、そう、なんかね、リーダーしか受けれないとか言った。じゃあ俺が受けるか。来たが。ああ、なんか敵同士が共謀して自分のビジネスを妨害している。海の民とは取引している。奴らに
え、俺ら沈めちゃった。俺ら、いや、ちょっと黙っとこう。やばいよな。海の民が勝つよう手助けしようかって提案してるけど、お前、俺ら沈めたんだよな、この前。沈めた。沈めて、なんか、評判が悪名とかになってる。まずくね。やばいよ。まあ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 。まあまあまあ。海賊だし、なんか一回なんか酒とか飲んで仲直りみたいなノリなんじゃない？いや、向こうはあの一発目です。こっちは。ああ、そっかそっか。海の旅は普通にあの材木を運んでるだけの人たちをさっき砲撃したんで。確かに材木持ってるだけの人だもんな、結局。で敵反撃してきたけど、あの投げやりとかだもん。これ外行けばいいんか？もう出航していいんじゃない？多分。行ってみっか。積み荷を管理。もう積み荷これでいいんか。まあ、なんか下ろしておいたらまた。あとでなんか詰めかもとか、出航行くか。 PVP オンオフ切り替え可能みたいなんだけど、何なんだろうこれ。しばき合えるってわけ。いや、まあ今できるかは不明だけど、しがみつとかあんのこれ。ああ、これ船ぶつかるときとかしがみついた方がいいんか、もしかして。これそんなあるの。そう、なんかスペース押したらしがみつくってありません？ほんとだ、放り出されてまうんちゃうんすかこれ。ああ、攻撃受けた瞬間とかしがみついた方がいいとか。圧旋された土地なんだこれ。圧旋された土地って何。新しい地域に入った。なんだこれ、どこ行けんだ。ファントファンの獅子どこ。いや、候補地が多分複数ある。じゃあまあ、真っすぐ行ってみる。行ってみます。うん、なんか俺の前通ったな、殺すか。よし、まあ、ちょっと挨拶代わりに一発。また海の、それ海の民の、海の民の軍か。さっきスカーラを国に果たせようって言った。なんかさ、俺らなんかちょっとやりすぎかもな。え、何をする。めっちゃ喧嘩売ってるけど大丈夫なのかなみたいな。まあ大丈夫か。ワンちゃん、あのさっきの頭を打ち抜かれた人みたいになるかもしれない。うーん、まっ。もう話聞いてない。うまーうまー。もう略奪することしか。まずい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 。いや、どうしました。いや、回復した回復した。よかった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 。え、あの攻撃開始。だってここ多分円あるけど、これ前哨基地みたいな、 AOE の前哨基地みたいなのがある。なんかすごいの、なんかいかついのあるよね。突破して逆側に回ろうとしてる今。ちょっと待って待って。え、突破したよ突破したよ俺。ちょっと待って、俺はね、うざいから壊すことにした。なんか分からんけど、俺なんか現状敵対とか書かれてねえけど、本当にこれ嘘。あ、いや、やばい。俺が撃った後、俺の味方の船である暇人の船が来たから、俺は逃げたけど暇人さんの船は攻めて沈めようとしてる。あ、え、うわ、待って、やばい。俺たまたまさ、途中で寄ったとこに行ったら略奪開始とか言って、海の民のあの島を襲い出しちゃった俺。ええ、あの拠点レイド始まった。えレイド、あ、しかも負ける。普通にやばい、死にそう。え、とりあえず北側行かない。北側のそのなんか何虎ってところ集合しない。オーケーっす。あ、やべ、積みにこれ結構パンパンだな俺今こう見ると。え、なんか、うん、雑魚しかいないから打ちたくなっちゃうんだよな。え、すげえ、バオバブの木生えてんじゃん、ちゃんと、マダガスカルの。これ赤いやつが商船か。餌とね。なるほどね。俺左から回り込んでるわ。なんか俺略奪中断したから戻れとか言うんだけど、いや、普通に逃げたい。逃げたい。逃げたい。死んじゃう？え、陰キャ先生のところって何かできんのそれ。そこ目的地だよ、でも。え、じゃあやばいかも。え、めっちゃ大変ですよ、入んの。あ、なんか降り入れた、俺。待ってこれ。え、え、それ略奪？じゃあ海の民、監督者おる。どうなった？普通に入港できた？うん。俺嫌われちゃった、あそこの人たち。ああ、かわいそうに。インキャ先生、インキャ先生、もう俺、多分会えるよ。すぐそこで。ああ、でも俺中立になった。大丈夫だ。もう忘れてくれた。ああ、許してくれた。優しいね。クンさんの方から行くか、とりあえず。ああ。サントワンの獅子、俺、待って、俺、これ、あれや、やってねえや。ミッション受けてねえや、今、気づいた。暇人、そこ砲撃するよ、俺。意味がわからん、意味がわからん、意味がわからん。ん？なんか待って、俺、ファストトラベルした。え、なんでそこまで飛べた？あー、武器の隠し場所供給が一つだね。だに全部行けばいいのか。共有だよ、これ。共有じゃん。ああ、じゃあ、なるほど。じゃあ、誰かが行けばいいのか。そうっすね。あー、いろいろ売ってる中、飯とか。ひまりさん、一番南のとこ行ったら。何が？で、その、3か、あと2か所ある。はい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 。黄色いマーク。俺、真ん中行くからさ。あ、ちょ、待ってね。これ、うん。ちょ待って。バローナ停泊所に。じゃあ俺ね、クンさんの偉大人に俺も先止まっちゃってて。いや、俺そこやってやんもん、だから。はいはいはい。ファストトラベルってどうやって行くの？いや、ひまりさんまたファストラしてるじゃん、でも。ファストラして間違えて見せて戻っちゃった。ファストラでもできなくない？どうやって行くのこれ。で、なんか左クリック長押ししたらなんか行けた？右クリックかな？なんか港に。
おファストトラベル金かかるぞこれ。200だけ。200か。もう1、2席襲ったら。暇人さんと行くか。海の民の船1、2席分か。まあまあ。しゃばいな。結構簡単に行ける。暇人さんどこいる？行こうぜ。あ、どこすかどこすか。忍者転生がまっすぐから行くから、じゃあ普通にサントファン、サントアンいるよ。出航しよう。そう、左下。サントアンいます。はいはいはい。これで、アイスアイスアイス行きます。ちょっと待ってくださいね。俺はだから、周りの船を襲わないように。我慢したから打ちたくなっちゃう。マジにどこいんだ。あ、います、います。来ました、来ました。はいはい。よいしょ、出航と。なんか襲って良さそうな船あるな。海の民と別の組織の船ある。こんな全員海の民だろ、ある意味では。なんか今、部族の船あった。バラシ族みたいな。さあ、切っていいよ。左の方。じゃあ、ロバロの丘でいいですか、俺行くの。違う、暇人、違う、左に舵切って、それ、バローナフォールズってところ、暇人さん行くのは。あ、はいはい。俺見えんの、ロバロの、ん？パリのスリル。パリ、あ、これか。そう。なんか、めっちゃ打ち合ってない。これ大丈夫か、あれ。いや、これ多分、かまわっちゃダメなやつだと思う。なるほどね。やべ、逆風やばくね、ここ。え、あのさ、左側めっちゃでけえ軍艦いない？これ。でかいやつ。これやばい。何これ。え、なんか歌い始めた。いや、ギャバそうじゃねこの。いや、まあ、とりあえず、知らんぷりしよう、知らんぷり。取りすぎまーすと。ヒマジンさん、ここだよ。お前、どこ行った？まあ、いいや、もう俺やるべ。クーさん、なんか、さっき、どっかとどっかが戦ってて、どっかにテコ入れって言ってましたよね。海の民側にテコ入れするみたいな。めっちゃ戦争してるわ、ここ。なんか、今、俺の目の前でも戦争行われてた。そこ、なんか、ガチでエグい戦争やり続けてる。なるほどね。オッケー、全部やったよ、これで。どうしよう。あ、なんか、俺なんか何も発見できてない。なるほどね。これ、こいつからもクエストできるんだ。過去の遺物？過去の遺物のクエストは何なんだ？これ、X 押してもなんか内容が見れねえんだけど、なんでこれ。いや、X は追跡してるやつのミッションだよ。ああ、やっと見えたわ。失われた海の遺物を見つけて回収する。あのさ、なんか一人称目線になったんだけど、これどう一人称になってない、なんかどうやって解除すればいいのこれ。とんでもねえスピードでなんか進んじまったわ。で、これマップパイズがあれか。やーべやべ、一人称モード終わんねえこれ。すげえなこれ。いや、プレイヤーがなんか戦争してんやけど、俺ちょっと待って、最悪えっぐいとこ入った。あの、暇人さんなんか船の操作下手って。違う違う違う、ちょっと待って、あのパイズはあの地図もう一回見たいんだけど、どうやって見るの。宝の地図か。あ、G で取り付けんの。これどこだ。とりあえずサントアンに帰ろうって書いてある。帰ろうって書いてあるよ。ほんますか。え、暇人さんなんか X ボタン押してみ。 X ってなんて言ってなんか、ね、海の遺物って何って感じだ。海の遺物。もうお前もう船降りろ。もうお前快速じゃなくて探検家になってんだよ。え、お前船降りろ。やべ、めっちゃ一人称目線なんかおもろいなこれ。え、てかさ、今日からさ、ベータテスト始まってさ、あの今日の朝まででしょこれ。今日というかあと3時間ぐらい。え、そんなことある。めちゃくちゃなんかあっという間に終わらせるんだな、オープンベータ。昨日の夜から。いや、今日の朝でしょほぼほぼ。スカーロックの元に戻る。よし、まあ別に。あ、違うわ、12日だわ。12日の朝だわ。よかった。いや、やけに長えと思ったんだ。今日の朝11時から12日の朝8時まで。じゃあ午後8時だわ。何も読めてないな、俺。日付も間違えて、午前午後も間違えて、自分も間違えた。とりあえず、クエスト全部終わらせといて。ちなみに、このクエスト、陰キャ転生って俺だけのクエストで、暇人は、本当じゃん。暇人は、暇人はなんか、違うクエストやりたい。いや、お前だけなんか別のクエストやりたいって。なんで何も言わないの？え、じゃあ、じゃあ、じゃあ、なんか、いや、だからそれで俺、ファストドラムで話しかけて、なんか話したら、なんか一回追い出されて、まあ、ちょっと待っておいて。もう、船下ろそうぜ、こいつ。ほんとこれ、左下にこいつ、過去の遺物ステップ1って書いてる。あれ？もう、圧戦された土地が見えねえんだよ、ないんだよ。もう、暇人置いてさ、俺ら2人でやるからいいんだよ。この後でまた来ようしか出てねえんだよ、俺。暇人、もう、お前ダメだ。やばい。ずれたよ、暇人。お前ずれちゃった。お前ずれてる。お前ね、ダメだわ。お前とはなんかいろんなズレ感じる。ちょっとお前の前で煽ってやろう。お前もう一回お前だけクエスト受け直したよ。俺にはそれ読されてないのよ。お前ガチびっくりしてる。いや違う、多分お前がファストトラベルとかで帰った時に多分メインのクエストを切り替えたでしょ。いやいや違う違う、じゃあこいつと話し合ってなかったから俺受けに行ったんよ。
え、どういうこと？ファストトラベルに行くか。ちょっと待って、暇じゃん、今何をしてるの？いけんじゃん、やっと表示されたこと。いや、違う、表示されてない、俺らと同じクエストやってない、今。ラニトラってやつが、いや、だから俺今からファストトラベルでひたすら回るっていう話。まあ、いや、もうなんか、ちょっと関わらんとこ。そうじゃないよ、今。いや、やっぱ、関わらんとこで、いけないせよ。なんで関わるのやめようぜ。どうやったら外れるん？俺も外れた理由がわかんねえんだよ、これ。いけないせよ、こっちこっち。え、俺、多分、なんか。いや、お前もやる。あ、スカロックの元へ戻るんだ。そう。ん？どこに、どこに話しかけんの、これ。いや、スカロック。こいつか。誰かっつったらスカロック。マジで決めえな、これ。さあ、俺たちは力と一緒に言ってるから、東山さん、それやってたら。はい、了解っす。功労者だからレベルだけは永久に上がり続けてるな。一人で参加してもらうのガチでだるいと思うよな。確かに俺ら手分けできたけど。でねえんだよな。斡旋された土地に話しかけない。いけないっす、いけないっす。力と一緒に。見て、これ。はい、別にどうやんな、なんかさ、慌ててるみたいっていうくらい。あの、まずやり方なんだけど、D と A をなんか交互に入力みたいな。でも、ほぼ結構簡単だよ、これ。ほら、見てこれ。え、D と A 入力するときじゃなんか。え、なんか体をこうなんか前に向けて、ちゃんと向けた後こうダンス。できないし俺しかも。いけてせもさ、多分中年太りしたマジお前ベノムなんだよな、ニートブたちへの。マジ不肉ベノムなんだよお前マジ顔が。めちゃくちゃいいわマジで。え。で、ひまにさん、過去の異物終わった？俺らスカーロックに話しかけようぜ。スカーロックに話しかけようぜ俺ら。普通にほっといたらできるっしょ。え、これさ、暇人のさ、仕事終わらせられるんじゃね無理やり。どこにいんだ？勝手に受領したよね、多分。え、他の人たち。リーダーが勝手に。暇人中止だよ。中止。あーいやす、あーざすあざすあざす。帰ってきて。ね、あざすあざすって。これ俺、多分ね、一切ね、なんか俺、マジでできなくなってる。なんもね、表示されない。ずっと過去の異物は残り続けてる。これどうやって断るかすらもわからない。お前が過去の異物ってことやろ。お前が過去の異物ってこと。そう、え、なんかこれ話しかけるんですかこれ。え、知らないよ。何やってるかわかんない。じゃあ、この、なんだ、斡旋された土地やったっけ。やっとあった、これ。え、行けないぜ。はい。行こうぜ。出航しよう、もう。もうやれ、進めます。もう進めようぜ。どんどん、ガンガン進めて、もうやろう。はいはいはい。今井さん、大丈夫？なんか、まあ、大丈夫ちゃうか。なんかいろいろ、なんか未加工のガーネットとか、いろいろ。デミカノン法ってまだやってねえんだよな。つけてねえんだよ。あ、なんか解放してましたよね、確か。なんか解放してたっぽいけど、あとあれも解放しますよ。船も1個上のランクの手に入ってるはず、勝ち場で。あーそっか、そもそもこの船別にもういらないのか。だからさ、オープンベータにしてはだいぶやらせてくれね、このゲーム。6レベルまでやらせてくれるっていう、ね、6レベルって俺ら何レベルなのこれ今。俺らまだ2っすよ、確か2か3。え、どこで見れるのそれ。左下に名前の。もうずっとやれんじゃん。え、普通に なんならもうサービス開始してないもんじゃんこれ。すげえ、やば。え、なんか戦争してるバカどもの近くでひたすらエコーしておくだけで、なんか、いや、お前過去の異物やってる。お前がバカだ。お前がバカだ。過去の異物は黙ってろ。過去の異物やってるバカだ。お前ずっと過去の異物のやつ。ちなみにもうこのゲーム材料足んねえわ、さすがに。色子の厚いた青銅の塊。青銅の塊にはない。全然ないわ。もう略奪でしょ、やるべきは。じゃあだったら、いや、俺らはあのエールのミッションを、エールを運ぶけど、暇人さんは過去の異物だから。出航する。よし、出航するぞ暇人、ついてこい。暇人行くぞ。レッツゴー過去の異物。まあいいや、なんかとりあえず行けばいいってことは分かった。なんかエールがどうしたこうしたみたいな。誰か倒せばエールができない、うん、まあ多分そうだろう。いやー、マジでかっこいいな。かっこの良さはまあもうピカイチでかっこいいな。しかもこっからもっといい船とかでかいねえ、マジでいい。いや、このゲーム買いですね。まあ買いではあるような気はするな。ずっとこのストーリーやらされてんのかな。いや、でもなんかマルチみたいなのやらせてくれんじゃないの、さすがに。あの、一応さっきジョブモードとか、なんか、まあ、実際海の民の拠点の襲撃とかできるから、レイドバトルとかもあるし。え、なんか PVPOK のサーバーとかないのかな。あるんじゃないんかな。多分もうちょいレベル上げたらそれも解放されるってことかな。そこも含めてやらせてくれる。6レベルまでの間に。これかアイテムは。エール積んでる、これだ。おお。全然死なねえなこれ。
まあ沈めるか。まあ別にクエストも沈めても、まあ、結構別にあんま変わんないかもな。もらえるよ、乗り込みと。乗り込みやった？乗り込み俺一回やったんですけど、なんかもう格切るみたいな感じだった。ああ、じゃてか暇人さんどこ行ったのこれ？まあ、過去の異物であとは話すだけ。マジでマジでなんでずっと過去の異物やらされてんの？何をしろって言われてんの暇人さんは？今から多分戻ればいけんじゃん。3つなんかやっと終わったから。これで帰ればいけんじゃないんかな。2年生左斜め後ろに船いる。多分あれだ。ぶつかるぞー。ぶつかる。あぶねー。なんか陰キャ転生と俺だけでやってるみたいになってる。なんか暇人さんこと何が過去の異物をやってるせいだ。暇人さん海賊ホール楽しいよ。うん、来ないの？行く行く。過去の異物の方が楽しい。まあ多分過去の異物探ってる。海賊の異物やってないんだけどね今。なんかすごい、なんかとんでもねえ量あるのこれ。これさ、暇人さんだけできなくてずっとオープンベイって楽しめるかも。なるほどね。なんでなんだろう。お前さ、なんか変なクエスト受けちゃってさ、それがずっとアクティブになってんじゃない？普通に。でもやめ方もわかんないってこと。なんだろう、異物のね、断り方がわかんないんだよな。エール配達。え、あれやった？ M キー押して M キー。まさか M キーのやつやってる、もしかして。M キーでわざわざ選んでる。え、M 押して。ああ。M 押して、マップから、なんか選べるじゃない。契約、左上に契約ってない？契約を見るって。あ、はいはい、契約見る。え、日誌 G 押したらこっち受けれんのか。切り替えれない。あ、こっち追跡になったのか。これじゃお前1個前のやつだ。これで配達しろってこと？おいおい、さっき俺何回も向かったぞこれ。そうです。もう1回向かいってことかこれ。え、ちょ待って、え、暇人さんまさか最初のすらできてないってこと？なんで、なんで、ここ今何あの武器箱見つけるやつ。まだ武器箱見つけてる。これで、え、なあ、これで何すると思って。いや、なんか言ってるから、いや俺もそミッション見つけねえダメだなと思って。左下行ってって分担しようって言った時、あみたいなってなった。そう、だから先やんねえとダメだなと思って、ミッションひたすら探してたけど、全部今はまだ来るなってひたすら門前ばされてる。まあ、それはそうだわな。なんかそういうミッションだもん。先に多分ストーリー系進めないと多分できないっしょ。これエールの配達ってどこでやんだこれ。ここでいいんだよね。あー、こいつに渡してくんのか。多分これで完了かな。ちょっと待って、暇人さんと歩調合わせないとこれ。いや、要するに暇人さんまだエールもこっから取りに行って。しかも一人でやるんでしょ。なんか二人で激ハズるわけじゃなくて。そう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 。俺普通になんかスカーロックの元行けた。多分もう一回スカーロックで受けろってことだな。ちょっと一旦待つか。ね、これでいやまあね全然行ったからこれ行けばいいんかこれ。あ、まあまあ全然暇人さんゆっくりでいいよ。うん。だから俺らは次のステップに行くからさ。はい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 。いや、早よ来い。はいはい。わしで分かってる。いや、分かってないだろ。いや、分かってないけど、とりあえずまあ行ってやるしかないんだけど。了解。いや、一生出てこない。あ、やっと入れるようになったわ。え、入れるとか何それ？何室？ここ入れなくなってた。この室事実で全く話が進まなくなって。どうしてこんなことに。いや、おもろいな。準備が整ったらスカーロックの開発者。懸賞金の掲示板とかな。バウンティー、ファラの牙、ファラの勇士がバリスタの腕と容赦ない衝突戦、赤の島における評判を欲しい。あ、これあれだ、一回俺パーティー抜けなきゃダメだわ。ああ、リーダーしか選べないからって書いてる。そう。パパッと追いついていきますわ。めんどくせえ。なるほどね。わけがわからん。あと、クエスト、俺ら辛かったじゃないですか。いいのね。強かったじゃないですか。うん。パーティーニーズに合わせて敵強かったもん。あ、そうなの。じゃあまさか、暇人さんが何もせずにうろちょろしてたから、その暇人さんの分難易度が上がったってことね。クエスト、なんかめっちゃ体力減ってんなと思ったら。俺、だいぶやられてたもんね。なんか敵が強い。じゃあ、まあ、敵が強いんだけど、なぜかというと、暇人さんの分、相手が強化されていたから。モンハンシステム。いい。いい。